さあ皆さん、近畿大学行ってみたいと思います。今日の英文法は4択文法。本来は8問あるんですが、ちょっとこれ全部やってるとですね、視聴時間長くなったりですね、皆さんご覧いただけないので、最初の6問行ってみたいと思います。もちろん出てくる中で大事な情報がございますので、それは授業の一番最後にまとめますからね。ですから皆さんは問題を解く、そして解説を聞く、そこに専念していただけると嬉しいかと思います。ということで頑張っていきましょう。すみません、説問の指示の一読をお願いします。すみません、問いの13番お願いします。すみません、もちろんどれを選んでいただいても動詞のうがございますので、自動詞か他動詞か、知ってるよー、何をということですので、他動詞ですね。ということで皆さん、後ろに目的語があるかどうかでございますが、ちゃんと皆さんざっと説がありますよね。つまり知ってる内容がしっかり書かれておりますので、目的語があると判断していただいてよろしいかと思います。で、他動詞の後ろに目的語がなければ受動態にしなければいけなかったですが、今回は目的語がございますので、受動態になっているものを×にしますね。ですから B 動詞プラス過去分詞になっているあとうが×。では皆さん、ちょっと話変わりますので色分けさせてくださいね。で、もちろん残った選択肢 E か A かということなんですが、この緑色で書いた主語と動詞がありますよね。で、その SV の左側に接続詞はないので、この SV のところは主節と判断できますね。つまり、この文章中の中心でございます。そして皆さん、トムの左側は主節の SV から外れておりますので、この前半部分は文型に関係がない M と考えていただけるとよろしいかと思います。つまり就職語ですよね。で、ためさん M に当たると分かれば、皆さん文頭に書き足しましたが、副詞でございます。で、仮に皆さんが E の ING を入れると、それに名前がついてましたね。思い出してください。副詞の働きをしている ING のことを分詞構文と呼びましたね。そして A の方は to 不定詞でございますので、to 不定詞の副詞的用法、そういうふうに呼んでいたかと思います。で、頭さん、どっちにしますかということですが、この文章中の意味内容を取っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん読んでみると、彼はこのクリニックに訪れることができないでしょうと。で、もちろん彼はトムということでいいかと思いますが、そのトム君がリクエストしたんですね。お医者様に処方箋を書いてもらおうと。で、その意味内容から判断できるのは、皆さん前半が原因ですよね。訪問できない。だからその結果書いてもらおうと。ですから原因結果の因果関係ですよね。で、あとは皆さん、その原因結果の意味内容が分子構文にあるのか、to 不定詞の副詞的用法にあるのか、もちろんその訳し方が存在しているのは分子構文でございます。で、皆さん、 A の to 不定詞の副詞的用法ですね、よくうにゃうにゃするためにという目的の意味を皆さんご存知かと思いますが、原因理由の意味はそもそも存在してませんからね。ですから、その意味を持つ分子構文、意が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの14番お願いします。さあ、これどれ選んでいただいてもテルの形が変わってるだけですよね。で、皆さん、空詞の右側見ていただいてわかるかと思いますが、私にあなたが考えていることをということで、皆さん、目的語1つ目、目的語2つ目、ちゃんと存在してますよね。ですから、先ほどの問題のこのあたりで使った知識がそのまま使えますよね。もちろん、テルは、うにゃうにゃを伝えるという他動詞ですので、しっかり目的語を後ろに伴っております。これで皆さん、目的語がなければ、受動態にすればよろしかったんですが、今回目的語2つとも存在しておりますので、受動態にしなくてもよろしいですよね。ですから今回受動態になっているあ、い、うが消えますよね。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの15番お願いします。で、もちろんこれどれ選んでいただいても義務が基本になってますよね。で、その義務と言われたら、後ろに人、つまり人に物を与えるので人が必要なんですが、空詞の右側に人がいないですよね。つまり目的語が欠けております。ただまあ、一応物に当たるものは存在しますけどね。ただし人がいない。
つまり他動詞の後ろに目的語がない。ですからその場合は受動態でよろしかったかと思います。ですからまず受動態になっていないイを削りますね。で、あと皆さん残った選択肢どれにしますかということですが、皆さんヒントはこの propose という動詞ですよね。思い出せるかと思いますが、主張、要求、提案、それの内容をざっと説の中で表す場合、動詞の形は should be、もしくは動詞の原型で表せばよろしかったですね。そうすると一発で選択肢のあですよね。動詞の原型で始まっております。で、もちろんうとえは動詞の原型でもないですし、should be でもないですね。ですから正解はあということでよろしいかと思います。では皆さん、トの16番お願いします。では皆さん、これ読んでいただけるとわかるかと思いますが、動詞が2つおりますよね。で、もちろん動詞が2つあればそれをつなぐ接続詞もしくは関係詞が必要ですよね。で、皆さん、空詞の右側パッと見ていただいても接続詞とか関係詞がないので、選ぶとすればうかえになりますよね。で、もちろんあとイを入れても接続詞関係詞は増えませんからね。で、頭さん、うにしますかえにしますかということですが、違いがありますよね。そうです、先行詞がいるいらない、分かりやすいのはうの方でしょうかね。関係代名詞フィッチの左側には先行詞が必要でしたね。ちなみにさ、これ空詞の左側なんかありますかと言われても、見ての通り先行詞ないですよね。一方、選択肢の絵の何々エヴァーですね。これ皆さん、そもそも先行詞がない時に使えるものでしたね。ですから絵が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの17番お願いします。で、これ文頭に only いますよね。うにゃうにゃしかない、そうです、否定の副詞が文頭に来ておりますので、そういう場合は主語と動詞が逆転する統治が起こりましたね。ですから皆さん、 SV の語順になっているうとえをまず削りますね。で、あと皆さん、あかいかということですが、皆さん分かりやすいのでちょっとあのアフォード見てくださいね。皆さん、このアフォードと言われたら、あの有名な熟語がありましたね。そうです、 Can afford to 不定詞でしたね。うんたらかんたらする金銭的な余裕がある。で、選択肢のイの方はシュッとなっちゃってますからね。ですから Can afford to 不定詞のアが正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの18番お願いします。で、皆さん、これ真ん中の please do という命令文がヒントですね。あと、その命令文とこの選択肢の助動詞の並びを見ていただけると思い出せるものがあるかと思います。そうです、仮定法未来ですよね。そうです、仮定法未来の中に命令文を使う用法がありましたね。で、あと、皆さん、思い出すだけでございます。仮定法未来と言われたらIf, S, should, V ですよね。で、仮定法では if を省略することができました。そうすると皆さん、主語と動詞が逆転しますので、should, 主語、動詞。ですが正解は、うということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは1番目。他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態や過去分詞にするということでよろしかったかと思います。ただ皆さん、これをご存じない方ですね。その方のために解説動画はすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。ただ皆さん、この番号をオレンジで書いてるところですね。それに関する解説動画はすべて存在しております。ですから6番目、7番目あたりまで合わせて概要欄を参考なさってくださいね。そして2番目、副詞の働きをする ing や過去分詞。それを分詞コムと呼んでました。訳し方5つありますが、言えますか皆さん。もし言えそうにない方は、後で解説動画をご覧ください。そして3番目、SV の左側に接続詞や関係詞がない部分を、主節と呼びました。まあ、逆に接続詞とか関係詞がくっついている部分を、従属節と呼んでますからね。そして4番目、主張要求提案の内容をざっと節の中で表す場合、動詞の形は、should be、もしくは動詞の原型でよろしかったかと思います。そして5番目、否定のうにゃうにゃが先頭にあったら、もちろん副詞ですよね。先ほどはオンリーが出ておりました。で、その否定の副詞が文頭に出たら、統治が起こりましたね。
そして6番目、普通の関係詞とエバーがついてる関係詞の違いですね。先行詞がいる、いらないが分かれてますからね。そして7番目、仮定法の未来の形式と言われたら、if, s, should, we, うにゃうにゃ命令文。そしてまずは if が省略ができる代わりに統治が起こりましたね。そして can afford ときたら後ろは to be ですね。で、訳し方は to be する金銭的な余裕があると。このあたりが先ほど出てきた情報でございます。それでは改めてご覧になっていただいてですね。もし知らないところがございましたら、この後ノートを取っていただいて。ノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということです。さあ、ご覧になってください。